さあ、こんにちは。今さ、はい、あのブランド品でさ、トップブランドってどういうところ挙げられる、うん、やっぱりシャネルです。あ、シャネル、シャネル、ルイ・ヴィトンもそうですし、まあ、グッチとかもそうなの。まあ、グッチはどっちかというと、あの、内側版的な、ちょっとそこからはっていうありますけど、やっぱエルメス、シャネルっていうルイ・ヴィトンですよね。ああ、そうなんだ。で、まあグッチだったりとか、まあ、あとまあボッテカとかバレンシアガとかもありますけど、あ、まあ、それが1軍だとするじゃん。はい。2軍って、はい、なんだ、ジミーチューとかもう怒られるかも。言ってないじゃん、私ジミーチューだって可愛いですし。そうだな。でもそういうブランドって、はい、こう入れ替わりっていうのはあるの？ないです。ないの？ブランドはね、ないんですよ、その入れ替わりが。お、もうそこのトップ3はなかなかないんですよね。最近さ、はい、ファームのゲームを見るようになって、はい、びっくりすることがあるんだよ。何ですか？あれ、中田翔がいるみたいな、ね、まあまあいるのは知ってたよ、はい、試合に出てんだよ、ちゃんと真面目にな。あの、落ちたんですけど出てるんですか？あれ、中島拓也がおるみたいな。え、中島拓也、うん、一番最初ね、室田が投げてるみたいな、日本ハムで言えばね、はいはい、で相手が、巨人だったんだ、はい、亀井が出てきたんだよ。そうですよ、亀井選手出てます、ね、あれ、陽大か、うん、2試合で3本ってなんでこんなとこにおるんやみたいな。そうですよね、豪華だよね、今。今ファームが豪華で、で中日も京田選手であったり平田選手もいるので、そっちを見たいっていうファンの方多いんじゃないですか、そっちも。いや、結構ね、いるんだよ、うん、でも問題抱えてんな、みんな。もう大かだからファームにいるんだと思うんですけれども、あの、清宮もいたよ、そういうの忘れてたけど。清宮選手、まあ、いるよな。いますよね、清宮選手。中田翔が DH の時はファースト守って、はい、翔がファーストの時は DH に清宮みたいな。頑張ってましたか、清宮選手。清宮のことから話すとさ、はい、おかしいな。え、おかしいって。なんかね、バットが振れなくなってる。その一軍にいた時よりもさらにですか？清宮を考えて、はい、相手がどんな攻めをしてくるかっていうのは、はい、どう攻めると。まあ、例えば難しいかもわかんないけど、はい、まっすぐと変化球だったらどっちで攻めたい？変化球だよな、はい、それが一般的だよね、はい、清宮を見てると1、2球目変化球、はい、ストライク、ストライク、はい、振らないんだよ。え、そうなんですか？まあ、2軍戦だからまっすぐで外ボールを使いたかったんだよね、キャッチャーは。それがど真ん中行ってヒット、はい、普通さ、はい、己を知ってたら、はい、1、2球目の変化球は打ちに行くよね、はい、だって森氏だって、はい、変化球って言うぐらいだからそりゃ怖いんだよ、相手にとっては、はい、だからなんとなくタイミングをずらしたりだとか、うんうんうん、変化球でね、ごまかそうとするんだよ、相手は、はい、そ こ, ね、そこを振らないんだよ。でわがままにまっすぐ待ってるんだよ、はい、お前になんかまっすぐなんか投げないとか思いながらこうやって見てるんだけどさ、なんかじれったいですね。じれったいんだよ。ほんで最後に、はい、ね、落とされた変化球ボール球で三振してんだよ。だからそのボールの待ち方とかさ、はい、やっぱもう少し教えてあげなきゃいかんし、自分のことを相手がどう見てるのかっていうことを考えなきゃいかん。そうですね、自分自身を研究というか考えて打席立たないとってことですよね、うん、でね、バッティングのフォームっていうのは、はい、やっぱりこうあんまり前に据えしないように据えしないようにって我慢してる姿は見えてるわけよ、はい、だからあとは読み方で、それで打てるようになってくると、うんうん、はい、あの自信も出てくるかなっていうような、うん、だから触れないのは触れないよね、はい、だって自分のフォームをこうやって考えながらステップしてるわけだから、はい、それで一番気に入らないのは、はい、こうステップした後にかかとに体重くるんだよ全部、うん、そうで、つま先から体重をね外すなんて、はい、ね、こんなね、かかとに体重くるようなやつが打った試しがないから。そうです、うん、今のところじゃファームで見ててもいいところがあまりない。ただ変わろうとしてる清宮の姿は見えてるんだよ、うん、このままじゃダメだ、うん、だから頭の中身から、はい、やっぱこうやってることは分かるんだけど、はい、体重のかけ方、はい、そういうことをやっぱしっかり教えてやらなきゃいけないなと思うよね。そうですね、だから清宮選手もやっぱりね、トレードっていう風な噂が、いや、出た方がいいかも分からんよ、ハムを、うん、ああもうこうなったら、もうしっかりね、もう手取り足取り、うん、ね、マンツーマンで教えてくれるような、はい、そういうところに行った方がいいと思う。
日本ハムっていう球団はいい素材を触るなって言うんだよね、うん、そういう指導で成功してきてるわけ、はい、でそれが伝統になってるから、うん、やっぱ清宮だけ触るっていうことはできないのかもわからない、うん、もうそれだったらちゃんと教えてくれる、もうマンツーの、はい、俺ねジャイアンツなんか合うんじゃないかと思う。あ、清宮選手、いやファームに送り込んだら、はい、新之助がめちゃくちゃやるからむちゃくちゃやるからまあ、ああいう素材は大好きだから新之助は。あ、そうなんですか。ああ俺の腕どうなっちゃってんのっていうぐらい振らされるから。あ、そうなんですね。ああじゃあ逆に巨人に行った方が俺はいいかもわからない。であの子も東京の子だからしね。あ、そうですね、うん、地元に帰るっていうのもいいかもだからね、うん、そうですね。中日、中日な、平田選手と京田選手。平田はね、はい、柔らかさが1ミリもない。はい、ブラッ、硬すぎるって。いつからそうなっちゃってる。なんでかね、うん、まあああいうスタイルでいたことはいたんだろうけど、はい、やっぱ焦ってんのかな、結果出さなきゃいけないとか、はい、まあ若手の付け上げもあるだろうし、でもあの子は俺はまだ使えると思うよ。あ、やっぱ体は元気だし、はい、あのまあ故障がちにはなってきたけどね、うん、足は速いし、はい、肩強いし、うん、体丈夫だし、はい、ね、あとは柔らかさが出てくればいいだけで、カッチカチだもん。それじゃちょっとカッチカチみたいな。ここはガチカチでもいいですけど、ね、もうちょっと柔軟性が必要だっていうことで、今の野球ってさ小さな変化が多いんだよ、うん、ね、その小さな変化に対応していくには、はい、やっぱ膝が柔らかかったりだとかさ、肘が柔らかい、手首が柔らかい、そういうことでポンポンと拾っていくような技術も必要なんだよ、はい、じゃないと率が上がってこないんだよ、うん、もうまっすぐカーブスライダーの時代じゃない、もうカットだとかもうツーシームシンカーだとかさ、もう本当にちょっとした変化、それに対応していくには、はい、やっぱちょっとした柔らかさが必要なんだよ、うん、そこを意識して練習すると絶対使える。平田選手また一軍でバリバリやってる風にそうすると戻ってきてくれますかね。まあ席があればな。席があれはなんですけど、ね、もうこの休んでる間にもどんどん埋まっていくから。そうですよね、そうそうそう、ウカウカしてられる。もう根も成長してきてるしね。そうですよね、うん、ただやっぱりこうね、往年のファンからするとやっぱり平田選手が戻ってきてほしいっていうのはまだありますから ね、うん、あと京田選手、京田はね、はい、やっぱ考え方だな、うん、まあ、確かに立浪がね、はい、ものすごい気にして、うん、指導はしたんだけどもさ、はい、それがなかなか治らないよね、うん、それ治らないっていうのは、うん、やっぱり自分の頭の中にあるよ、うん、京田がどういう選手になりたいのかっていうことだよね、はい、もう少しセンターに打っていくような気持ちがないとダメだね、うん、やっぱ何でもかんでも引っ張ろうとか、はい、そういうことになってるから、うん、やっぱ考え方一つなんだよ。俺はバットの形状を変えるね。形状変える、うん、俺はタイカップにして少し短く持たせる。あ、そうですか。ほとんど詰まるから、はい、あの子は、うん、で短く持ってしっかり持って押せるようなバッティングを教えるね、うん、そしたら俺は率は上がってくると。守備はやっぱうまいから、うん、あ、このまま終わらせるのはすごくもったいないんだよ。そうですよね、うん、だからあの子もやっぱ使える。うん、うん、まだまだそうです。陽大館なんかさ、よう打っとるよ。2試合でさ、右に2本、引っ張って1本。打ちましたよ。ほんで、日本ハムの村田、はい、あ、野村か、はい。場外打ってたからね。すごいですね。もうお前、なんでここにいるんだ。なんでここにいるんだっていう。そう思っちゃいますよね。そうそうそう。そうですよね。まあ、陽大館選手も契約の最終年ことですよね、今年度が。なんとか、ね、まあ、なんとかってチャンスがないな、なかなかな。今の巨人で厳しい、まあ、外野になりますもんね。やっぱりさ、隅田が交流戦で打つ、はい、中島が調子がいい。調子いいですね。やっぱパ・リーグ出身者なんだよ。あ、そうですね、うん、交流戦。やっぱりね、丸とか調子が悪いっていうのは、はい、初見のピッチャーに弱い。あ、ということは、陽大館なんかを上げて入れればいいのになっては思う時がある。なんか流れ変わりそうですよね、うん、やっぱもういい加減なやつじゃないと交流戦あんまり活躍しない。まあ言葉悪いよ、言葉悪いよ。気持ち的にってことですよね。だから鈍感力があるっていうか、もうとにかく積極的にいけるみたいな、うんうん、そうですね、うん、ただね、なんか二軍の試合が豪華で見てるのも楽しいんですけど、うん、でもそこにいる選手たちは本来いるべき場所はそこではないので、うん、
やっぱり上に早く戻ってきてほしい。そうだね、うん、ソフトバンクとかも見るけどいい選手いるな。ソフトバンクは即どっか一つチーム作れ。ちょっと名前忘れちゃったんだけどさ、はい、去年盗塁して一回もアウトになってないっていうやつがいるんだけど、それが走ったらまたセーフなんだよ、はい、これ何シュートより成功率がいいじゃないかみたいな。もう即使える。いやだけど、はい、やっぱバッティングがちょっとまだ成長しきってないとかね、あ、まあいろいろ、まあ本当いい選手いるわ。でロハスはどうなってる。ロハスはどうなってます。知ってるか、一説によるとだん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 関東圏に近づいてるって。どういう意味か知ってる。え、どういうことですか。市外局番打率が045とか今057ぐらいまで来てるらしい。ちょっと上がったんですか045から。もうそろそろ関東に入ってくるぜみたいな言われてるんだよ。そのぐらい悪いよな、みんな考えてることが。だけど早く関東圏から脱出してほしいってことですよね。戻ってほしいということでニュースになってたな。なんてファームで1盗塁とか言って、お前そんなこと期待してねえよみたいな。そこじゃないよ。そこじゃねえよ。そこじゃないよですよね、うん、まあでも頑張ろうとしてるよね、はい、ロハスがこれでバカバカ打ち出したら、はい、もう阪神優勝決定だよ。そうっていうことは ロハス選手が来るってことはまた誰か外れるってことでしょ。いや外国人3人はいるでしょ。でピッチャースアレスがいて。あ、じゃあ大丈夫。じゃあ全然大丈夫だろ。もうね、85年のバース掛布岡田、はい、この打線をより迫力ある。あ、ロハス戻ってきたらですよね。ああもうす半端ないよ。独走しちゃうじゃないですか。それもお前スイッチヒッターでパカパカ打たれてみろお前もうそんな心配するとか盗塁よかったねってもう褒め殺しだよ。いやそうでしょうね。ああだから他球団はこう ロハス選手にまた覚醒されちゃうと困るなって思ってると思うんですけれども。でもね野球ファンの方ね、はい、ファームを見るっていうの面白いよいや本当にもう巨人なんかコーチ陣が豪華でさ。いやそうですよね。山口が出てきたって、おいおいお前投げた方がいいぞみたいなテレビ向かってお前投げろみたいな左のはねあれで新之助がドガッと座ったりだとかさ、はいはい、なんかすごく楽しいねファームを見てると。面白いですね。そうそうそう、ね、でもファームで頑張ってる人は一生懸命やってる、はいはい、でね、一軍を目指して本当に一生懸命やってる人たちがいるから、はい、まあ、応援してほしいなと思うね。はい、はい。